藤の花をお花紙を使って作りました。日本の伝統技法であるつまみ細工の方法を生かしています。長さを少しずつ変えて束にしてみました。この中から一番長めのものの作り方を紹介します。作業の前にウレタンタイプのカット板を指に巻きましょう。滑り止めになります。紫と白のお花紙を4枚ずつ用意したら交互に重ねていきます。8枚重ねたらきれいに揃えて対角線上にホッチキスで留めます。それを縦半分に折ります。ここから大きな正方形を3つ、小さな正方形を2つ切り出します。よく切れるカッターナイフかハサミで切っていってください。まずは大きい正方形からです。一つできたらこれを型紙にあと2つ切り出しましょう。残った部分で小さめの正方形を切り出します。これで大きめの方が12セット、小さめの方が8セットできました。白と紫を1枚ずつ重ね、三角形に折ります。それをさらに三角形に。そして片方ずつ、また三角形に折ります。2枚を別々にして、白い方が内側になるように折り直します。全部できたらこれをまとめます。切り口の方を揃えて洗濯バサミで留めます。切り口の部分にでんぷんのりか水のりをたっぷりつけて、指先でまんべんなくなじませます。のりが乾かないうちに1枚ずつ剥がしていきます。剥がしたら2ミリほど折り返します。糊が乾いたらペーパーナイフか尖ったハサミの先を間に差し込んで広げていきます。細い方から広い方に向かって広げていきます。ストローの先をこんな風に斜めに切って、それを差し込んでも同じようにできます。奥までしっかり差し込んで、細い方から広い方に広げていきます。これを2個ずつセットにしていきます。裏から糊をつけて、
2個合わせて押し付けます。裏から糊をつけて2個合わせて押さえます。小さいのを2個残して、あとは全部セットにします。細長く切った画用紙にこれを貼っていきます。まずは1個ずつ、次に小さいもの、それから大きい花、画用紙が足りなくなったら糊をつけてつないでください。これで出来上がりです。画用紙に貼っているのでこんな風にしなやかに曲がります。貼る花の数を変えると長さを調節することができます。みんなでたくさん作って飾り方を工夫してみてください。